はい、元国会議員 YouTuber と弁護士村岡哲也が NHK をぶっ壊すということで、先に日付からいきましょう。令和6年2024年の2月の8日16時10分です。はい、今日は参政党のお話です。ちょっとですね、私が原告団の、代理人をやっている参政党の裁判について、昔私のチャンネルでちょっと説明してたんですけど、あれからしばらく動画作ってませんで、いろんな参政党員の方であるとか、そういった方たちからちょっと今の裁判の状況を教えてほしいという問い合わせがありましたので、今の進捗状況のご報告ということでさせていただきます。この参政党の裁判はどういう裁判かと言いますと、単純に元党員の方たちが自分たちが、過去に払った、党費ですね、党費とあとは、セミナー費用とかいろいろもろもろ払った寄付とかを、説明と全くその党員募集が、その通りにされていなかったということで、騙されたと、お金返せということを被告として参政党、あとは、当時の代表である松田学さん、副代表だった現代表の神谷宗平さん、あと訴えた当時が令和5年の1月なんですけれども、当時のボードと呼ばれるいわゆる中枢の幹部ですね、赤尾さん、川さん、田中さんに対して損害賠償請求をしている。この人は個人ですね。松田学、はい、神谷宗平、赤尾さん、川さん、田中さんは個人で、参政党は法人と、はい、で当時は訴えた時は松田学だけども、はい、代表者が今神谷宗平に変わっていると、はい、いう被告が6ということですね。はいはい、すでに裁判始まって1年強経つんですけれども、なぜここまでちょっと長引いているかというと、実は争点意外と複雑だと思って訴えていたんですけれども、例えば不当な除名の問題とかですね、そういったこともあって、結構ボリュームある形で訴えたんですけど、参政党側の代理人がよくわからんと、もっと争点をはっきりさせろと言って、除名って確かに国政制度の除名問題っていうのは難しいので、そういったところでじゃあどこに嘘があったのかっていうことを整理して今日に至ってると。で、今日の段階で、整理されていることをご説明すると、要は参政党という党は読んで字のごとく、私たちの政党は皆さん国民が政治に参加する権利を持っている政党なんですと言って募集をしてたわけですね。で、前回の参議院選挙の時にまさにムーブメントになったわけです。で、この政党に入れば自分たちがいずれ国政政党になる政党の意思決定ができるんだと。それで皆さん、自民党が今こうやって民意を無視するような政治をやってる中で、こういう直接民主主義に、憧れて惹かれて、党員になったと。で、実際私も実は結党当初令和4年から、令和2年の4月から、令和4年の9月まで2年半参政党の運営党員というものをやって、この4000円ずっと払ってました。で、私はその令和5年の9月に辞めた、4年の9月に辞めたのかな、やっぱり参議院選挙の頃にちょっと言ってることおかしいなと思って辞めたんですけれどもその令和4年の12月になって、立花さんがその原告団の方から相談を受けてで、村岡先生ちょっとこの裁判やってくれないかと、お、参政党かと、やっぱり何か問題あったのかと思って調べてみたら、実はこの政党 DIY ってものに対してかなりの嘘があったと、はい、で、嘘というのがどういうことかというと、当時の、参政党のホームページ、今も書いてありますけれども、党員は党大会の運営参加資格ありと書いてあるんですね。ちょっと見せましょう。これ旧規定で今も同じようなこと書いてあるんですけど、党員は党大会の運営参加資格がありますとはっきり書いてあります。それで、政党 DIY っていうのは党内民主主義を徹底します。これ松田さんがメルマガでもはっきりと我々の政党は、党員によって党員投票によって政策を決めていきますということも言っているので、実際募集をされて、参政党に参加された方たちは私を含めて、なるほど、党内民主主義が徹底される政党なんだと。そのために一般の方は月額1000円、運営党員であれば4000円、かなり高額な党費を支払うことによって政治に参加できるということを信じて入党したということになります。で、しかしですね、ホームページには党員は党大会の運営参加資格ありますって書いてあるんです。 そして、ですね、しかしこの同じその党規約の中にこういう規定があって、
ちょっと見えるかな、党大会の構成員や議事及び運営については事務局が別途党大会議事規則で定めるって書いてあるんですよ、うん、でこれこの党大会議事規則というのは実はどこにも当時私が少なくとも裁判を起こした時まではどこにも公表されていなくって、うん、実際原告団の中でこの党大会議事規則を見たことあるというのは、公認で立候補した藤村明子さん一人だったんですね。でその藤村明子さんにその党大会議事規則ってこういうことが書いてあるんですって見せてもらったら、党員は党大会に参加できないということがここに書いてあるんですよ。ホームページにもどこにも、掲載されていない、誰も見ることができない、一般の方たちは。そういうところに実は隠されたその規則の中に党員は実は参加資格がないんだということが、まあ、これ裁判の直前ですね、私もこの事実を知ったのが。でその事実を知って、あ、これは、大変な話だと、これはもう参政党が党員を騙して、党費を取っていたんではないかということでこの裁判を、提訴するに至ったという経緯があります。でここまでが今あの整理された、争点で、裁判官はあのここまでの我々の主張についてあの十分理解してくださって、あの原告の言いたいことはよく分かりましたと、あとは、まあ、参政党側がこうやって実際に書かれていること、説明してたことと、なぜ違うことが許されているのか、そこをあの具体的に反証してくださいっていう段階に至ってます。で、これまでおおむね参政党はどういうことを言ってるかというと、参政党は党員に党大会の参加資格がないというのは認めてます。まあ、もう党大会議事規則にそう書いてあるんで、認めざるを得ないという状況なんですけれども、じゃあ、どういうことかっていうと、参政党は党大会の参加資格はない。でも、意見を言う権利があるって言ってるんですよ。で、意見を言う権利がある。一般の人たちは一般的な意見を言うことができる。運営党員はより強い意見を言うことができるみたいなことを言ってて、まあちょっと運営党員の方については一部なんかその議員の投票権があるみたいな規定もあるんで、まあそれもプラスなんだみたいなことを言ってるんですけど、あの、意見を言う、意見を言う権利って、例えば、NHK 党であれば立花さんに意見言いたければ無料であの電話番号公開されてるので、あのただでできるものなんですね。それを参政党が反論してるのはこの意見を言う権利を得るために一般の方1000円月額ですよ。で運営費、運営党員であれば月額4000円を支払ってるという事実関係が実はあったというのがこの参政党裁判で、まあ、あの裁判官は非常に原告側の方の主張をあの理解してくださったので、まあ、この裁判順調に進むんではないのかなと思います。まあ流れ的には今日ね、文春法が4時間前に飛んでます。これは僕記事をあの雑誌買ったんですけど、どうもネットだけ、文春オンラインだけかも分かりません。これ文春法まさに飛んでて、参政党神谷総平代表46歳の元公設秘書が自殺、パワハラ的言動に悩みっていう記事がもう上がっていまして、で、まあ、冒頭ですね、正直に申し上げますと神谷総平氏関連の事業には今後一切関わりたくありません。1月26日に SNS に投稿された文章、名指しされているのは参政党の代表で事務局長の神谷総平参議院議員だ。参政党は近年躍進を続ける新興の政党だ、まあ、うんぬんと書いてるんですが、まあ、要は文春法が飛んでですね、これ今日文春法がこれ4時間前に飛んでます。今日のお昼ですかね。で昨日は RKB からちょっと正しくあれですよ、熊本の地上波でも熊本の市議会議員が辞めて、参政党のね、で9人かなんか一斉に辞めたので、昨日地上波でも参政党が、言ってることとやってることがおかしいということで、所属する地方議員が大量に辞めてるというニュースも出ています。でもちろんね、これ NHK なんかもちょっと取材に入ろうとしてるって話も聞いてますが、まあいずれにしてもですね、参政党が僕が言ってた通りですよね。2年前の2022年あのガーシーが当選した時に参政党おかしなことをしてるっていうことで、僕はこの1000円と4000円ちょっとおかしいよねと、もうこの時点で色分けしてるのおかしいよねっていうところで神谷君に話をしましたけども、まあ彼、まあその時はまだね、僕たちがおかしいと、まあ特に黒川なんかもいたから、もう同じ、もう僕が見たら黒川も神谷も一緒なんだけど、まあ
とにかくおかしいということが多くの人、皆さんもやっと分かってきてくれたと思います。ちなみに僕は参政党から刑事告発をされて、告訴をされて、東京地検特捜部の調べまで受けましたから。で、もちろんそれは僕は無罪で、参政党は統一教会のような危険な組織だって言ったんですよね。それ以外も言いましたけど、それ無罪になってます。やっぱり参政党はこのように、残念ながら人がお亡くなりになってしまう。神谷宗平の公設秘書が自殺してしまって、その娘さんが、もう二度と神谷とは絡みたくないと。まあこれはツイッターなりも書いてるし、文春にも取り上げてくれたということで、で、先週土曜日に僕、吉野さん、元ボードメンバーの吉野さんにも会ってきました。で、いろんなこと言ってましたよ、吉野さん。で、例えばこの川西美代さんっていう東京で出た人ね、この人は裁判で訴えられたんですよ。なんか夜回り先生のね、のなんか人に、レイプされたのか、まあ、性的な被害を受けて、で、それをちょっと勘違いした人がいて、俺のこと言ってんちゃうか、みたいな。これも文春にも記事出てますけど、で、その、夜回りしてる人と、この人が被害に遭った人は全然違うんだけど、この人の演説聞いてると、俺に聞こえるみたいな感じになって、で、その、俺に聞こえるっていう人が訴えたんだけど、まあ、川西さんは勝ってます。裁判は全面勝訴してるんですが、要は、その時に神谷で言われたのは、お前が撒いた種やないか、俺は知るかいと。お前が勝手にせえと。って言われたって言ってます。これはまた聞きですけどね。でも現に、川西美代さんは参政党をお辞めになっている。まあ、銀座のママをなんかしてたホステスさんですけどね。東京都で17万票を取って、17万票ですよ。ちなみに東京都で28万票取ると1議席ですからね、衆議院。それぐらいの票取ってるんですよ。衆議院でね。まあ、だから、うちの時でも大橋君でも11万票ぐらいですから出したから、すごい貢献してるんですね。東京の女性も辞めた。もちろん神奈川県の京都ぐらいに超えた藤村さんも辞めてるということで、そうですね。で、まあちょっとその辺は参政党の、まあ、悪いところは置いといて、この先ですね、参政党をなんとか破産に追い込みたいということを考えています。で、ステップとしてはこの裁判がまあ今丸1年1ヶ月経ってますけども、まあ間もなくっていうか今年中に判決出ると思います。で、東京都知事選挙が6月の20日公示なので、ここで参政党から国民を守る党という政治団体を作ってあります。僕は相当前からこれ作ってあります。というか総務省とめちゃめちゃ揉めました、これ。でも最終的に総務省を認めさせて口座まで作ってます。ということで、東京都知事選挙で参政党から国民を守る党の候補者、まあ、できれば武田さんとか、それこそ赤尾さんとか、藤村さんとか元参政党の、ね、人に立候補してもらって、参政党ってこんなおかしなことしてるんですよ、このいわゆる運営党費とか一般党費、党費払った人はまずは返金してもらいましょうっていうことをこの都知事選で呼びかけて、参政党を破産に持っていってですね、で、神谷宗平を追い出して、破産してからの党は戻せるんです、国政政党はね。そういう形でですね、本当に参政党の、まあ、趣旨に賛同した人がこの独裁者である神谷宗平から参政党をね取り返す活動をしていきたい、はい、はい、今話に出た通り、武田邦彦先生いらっしゃると思うんですけれども、もう武田邦彦先生はご自身の YouTube で党員の方たちを騙すようなことに私は手を貸してしまったと、本当に党員の方たちには申し訳ないということを謝罪されてた動画あったんですよね。で、私それを拝見してます。で、また赤尾さんなんですけれども、赤尾さんもやはりちょっと参政党のこの問題は私も知らなかったし、今後まあ、原告団に協力したいということをおっしゃっていただけるみたいで、昨日なんですけれども、この裁判について赤尾さんの代理人は、辞任したという通知が両名、2人ついてるんですが、2人から辞任通知が来ました。ただ私ちょっと裏側の情報で聞いてるのは、赤尾さんが代理人を解任されたそうです。なので赤尾さんは今後我々の方に協力してこの裁判戦ってくれる被告なんですけれども、はい、おそらく原告の主張を全面的に認めると
こうやった、DIY 詐欺についての、被害に私たちが協力してしまったことは真摯に謝罪するというようなことをおっしゃっていただけると思いますの で当然我々原告団そうやって謝罪されるような方たちに、うん、責任追及するようなつもりは全くありませんので武田先生や赤尾さんとは、今後協力してやっていきたいと思っている次第です。そうですね。だからゴレンジャーと言われた人の松田学さんと亀宗平がまだ引っ付いていて、他の3人赤尾さんと武田さんと吉野さんはもう離反しているといわゆるこっちの味方をするという方向になっていますので、はい、そこはこれからね期待していただきたいと思います。でちょっとこれ口座まで作ってるということでこれもさすがにね私も今国政政党の代表権トラブっているんでお金がないです。参政党のことをするだけのお金は正直ありません。ちょっとこれで呼び込んでいただいて参政党から国民を守る党の寄付に、ぜひですねご協力いただきたいと思います。もちろん私の方は明朗会計でいきますので何にお金を使うかっていうと、まあ、もちろんこれね、まあ、村岡先生無償でやってくれているのでできれば村岡先生の弁護士費用っていうのもお出ししたいと思っていますし東京都知事選でこれ人集めなきゃいけないんですよ。参政党から国民を守る党の候補者を出せばですねやっぱりもともと参政党にいた人が集まってきてですねそのためには少なくとも供託金300万円かかるっていうこともちろんポスター貼ったりとかするのでここの費用も使いたいと思ってます。で今討伐志郎さんとかねもともと参政党の仲間だった新活チャンネルですかねであったりとか、学び場っていう人であったりとか学び場チャンネルかでその他まあ沖縄じゃないオーストラリアのちょっと今名前ど忘れちゃったけど帽子かぶってるね僕と一回電話で対談したことあるようなウエピーねとか、まあ、特に現場に行く討伐隊ですよね、まあ、参政党は今神谷が相変わらず街頭でねその完全にある意味参政党で神谷によって洗脳した人たちを前にねこれはまた僕が予想した通りの抵抗勢力です私たちは僕の予想した通りでしょ必ずこうやって暴動が起こって内部から裏切り者が出てくるんです。今こそ皆さん合体しましょう。裏切った人はまだ 20% しかいないです。8割の人が僕の言うことを聞いてくれてますとかやってるわけですよね。でもそれをいわゆる討伐隊と言われる人たちがですねそう傍聴っていうかそこに行ってですねそこに集まってる人たちにもう裁判をやってるんだから参政党の今信じて参政党の理念はいいんですよ。僕それを批判してません。ただ神谷宗平という人間がこれは松田学さんも一緒にやってるのかもしれませんがこの日本国民が純粋なところ武田先生のような人を騙して今自分が独裁をしてですね集まってくる権限やお金を集めて好き放題いけすふりをしてるっていうことが許せないわけですよ。だからそういう人たちが活動する費用にも当てていきたいと思いますので逐一できるだけね、頻繁に参政党から国民を守る党の集まった寄付であるとか人については公開していきますし、はい、責任者は僕はやりますけどもお金のことは僕はやった方がいいと思ってるのでただできれば藤村さんとかに先ほど藤村さん連絡しましたけども実質上のその、まあ、参政党でいうところの事務局長みたいなことをしていただいてどういう反参政党運動ですね参政党から国民を守る党のどういう活動をしていくのかについては藤村さんのようなもともと参政党にいた方にやっていただければもちろんね藤村さんが代表もしていただけるということであれば僕は代表をお渡ししたいなと思っています。はい、一つ僕の方から実はこの参政党裁判最大のミステリーっていうのがあるんですけれども、はい、党大会議事規則に党員は参加資格がないって書いてあるんですけどこれは実は令和4年の9月に改正されたものなんですね。で選挙の後ですね、はい、参議院選挙の2ヶ月後ですね、はいはい、でこれは改定前の党規約なんですけどここに旧党大会のこの党規約には党大会は党員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができないって書いてあるんですよ。参加資格がないのに党員の半分以上が参加しないと開けない、うん、ってことはこの令和4年にこの党大会議事規則っていうのは改定されたんですけどもしかしたらこれは事実は分かりません。もしかしたら令和4年の9月の前から
は、前には党員の党大会の参加資格はあるって書いてあったんじゃないのかな。それが参議院選挙の時に、いやもうダメだと、 DIY はできないと、だからもう独裁にしようって言って、実は秘密裏に改定されたという疑いがある。まあ吉野さんはもうしょっちゅう、まあ頻繁に、どのくらいの頻度か言わないんですけど、頻繁に規約は変えてたっていうのは吉野さんは言ってましたね。なるほど。もしくはそもそも作ってなかったっていう可能性もあるんですけど、はい、ちょっとそこは我々これ以上調べるつもりはないんですけれども、もし参政党の幹部の方たちでこの旧党大会議事規則ってものの存在を知ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひ私にご一報ください。ということで、あとは、まあ、寄付の方は一旦寄付これ名簿に出ちゃ外に出ちゃいますので、住所と名前などが出てしまいますので、それご了解いただける方がここから読み込みをいただくか、この下に説明欄にもこれ貼っときますけども URL で、そこでまず申し込んでいただいた方に振込先の銀行口座をですねお知らせをして、そこにお振込みいただくということの手順になりますので、よろしくお願いいたします。でなおこれは国政政党ではありませんので、寄付をしたお金が税金の控除にならないので、そこのところもご了解いただきたいと思います。でこんな感じですね、はい、とにかくまあちょっと参政党が本当けしからんというところでですね、神谷総平その辺にいるんですけど、ここ3階で神谷5階にいるんですけど、ちなみにあいつの部屋はもう録音機とか入ってあるんですから、普通ありえないですよ。もう一つ国会の事務室の中で一応異様なんです、張り紙してて録音入ってくるだとか、なんかアポイントがないと入れないとかね、まあまあその辺も含めて、とりあえず参政党の、まあ、参政党とか神谷総平やその周りのね、はい、危険な人物をしっかりこれからも追及していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。以上です。 NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。ありがとうございました。